はい、今回2023年12月7日にアウトランダーとエクイプスクロスが一部改良を実施して、改良点とネキャコンソーバス最新納期お世話のオプション管理を紹介しながらですね、新型アウトランダーの方を見積もっていきます。 EV プラグインハビットで499万5100円から630万4100円ですね。ミドルクラス SUV となっていて、でブラックエーションの方ですね、若干改良して、今まであったら G グレードがベースだったんですけどね、今回から P グレードがベースとなって、上級グレードがベースになってますね。 MG P グレードがあって、で今回特別使用車のブラックエーションの方ですね、斜め乗車で、ちなみに標準車の改良点として、従来の USB Type-C Type-A に加えて HDMI ポートがですね設定されて、全グレードが標準装備、あとはヘッドライトウォッシャーとか LED ディアフォグランプがですね標準装備になったりと、あとは新色の方も追加されてますね。ボディカラーだけ一旦チェックして、標準車で新色としてグラファイトグレーメタリック、こちらですね、モノトーンだとこちらが追加して、でツートンの新色、ボディカラーがブラックダイヤモンドで、ルーフがスターリングシルバーメタリックですね。でまたブラックエーションに戻って、ブラックエーションはですね標準車と比べたらボディカラーのラインナップが少なめで、ブラックダイヤモンド77,000、グラファイトグレーメタリック、ホワイトダイヤモンド、ブラックマイカ132,000で、レッドダイヤモンド、ブラックマイカ132,000、グラファイトグレーメタリック、ブラックマイカ55,000で、でこちらをですね選択してホワイトの方ですね、結構高い、やっぱりグラファイト新色ですね。インテリアは合皮なんですね、人工比較、合成比較、コンビネーションシートとなっていて、あレザーで253,000、まあ超高いですけど、ちょっと選択して、でオプションでパッケージ、前後ドアエコプラス ETC2.0、 こちら選択、こいつでもですね付けられて、これは前後ですね、ディアビューカメラクリーナー、マイクSD 64GB で、まあ楽天とかアマゾンで買えばですねもっと安く買えますから、社外品で、でステップ5でディールオプション関連、スポーティーパッケージ、エレガントパッケージ、エアロ関係ですね、ここら辺ダイナミックシールドイルミネーション、エンジンフードエンブレム、テールゲートスポイラー、マットフラップはつけといて、安い方っすね、38,060円、トレーラーヒッチメンバー、フードデカール、サイドデカール、20インチアルミ、18インチアルミ、で、あとはプロジェクションイルミ、メーカーのロゴですね、
45,100円で、キャンプとか車中泊向けのオプションが、まあ、従来からですねあるオプションとして、で、バイザー、他はマットガード、さっきのやつ、サイドバーつけといて、ドアハンドルカバープロテクターで、ヒューエリットテールゲートガーニッシュ、ギアバンパープロテクターをつけて、フィルム、ナンバープレートロックボルトもつけて、ナンバープレートフレーム、安いやつ、盗難防止付き、結構オプション多いっすね。インテリアフロアマット、安いやつですね。インテリアイルミ、フロアイルミとコンソールイルミで、で、これはコンソール置くだけ充電部分、シートバック、シートベルトパックイルミ、バックの部分が光って珍しいですね。フロアイルミ、これだけつけておいて、25,740円。スカフプレート照明付きで、こっちの方ですね。UTT バック。で、LED 仕様、マップランプ、ルームランプ、リア、バイティミラー、ラケッジ部分で、他はまあ社外品で、 UTT パッケージ、今回個別で、ソフトトレイかラケッジトレイ、ソフトトレイの方ですね。ラケッジインナープレート、で、その他で見積もり結果で、新型アウトランダー、PHEV、ブラックエーション、7名乗車。標準車の方は12月7日ですね。アウトランダーもエクイプスクロスも一部解除実施して、アウトランダーのブラックエーションはですね、来年2月8日となっていて、だからまだ発売まで2ヶ月近くですね。間があって、車用価格630万4100円、インテリア25万3000円、さっきはですねレザーシートにしたんで、ディーラプション582,230円つけて、まあ、最上級上級グレードだけあってですね、メーカープションをつける選択肢はなくて、で、値引き額の相場は、まあ、15万前後。まあ、補助金の関係で値引きないとかが多いみたいですけどね。で、納期としては2、3ヶ月。ブラックエーションはですね、若干納期がかかるみたいで。で、総額が723万8230円ですね。はい、今回三井市新型アウトランダー PHEV、ブラックエーションを見積もって、でお世話のオプション関連と改良点、値引き額の相場と最新納期について紹介しました。